えー、テニスラジオ白川です。えー、今日はですね、えー、全国大会とかね、行くには、えー、まずコーチをね、えー、本気にさせようと。 え、いうことですね。えー、その辺についてね、ちょっと話させていただきますね。コーチを本気にさせるって、じゃあコーチは手抜いてんのっていうね、そんなことはないんですよ。コーチだって、やっぱり夢ね、夢持ってますからね。自分のクラブから全国大会出てくれる子が出たら、めちゃくちゃいいじゃないですか。ね。だから、それは夢は持ってるんですよ。だから、コーチの人たちはみんな頑張ってくれてると思います,すね。 で、あのー、まあ、保護者の方もね、じゃあもうコーチのお任せっていう感じでね、えっ、ー、と、お願いしてね、えー、ずっと待ってても、あのー、なんていうんですかね、えっ、ー、と、結果にね、つながらないこともあるんですよね。 で、あの、どういうことかっていうと、じゃあもうコーチにもどん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 なんかいろんなことを注文出して言えばいいのっていうね、ええー、あの、いうことかっていうとね、まあそうでもないんだけど、まあ、なんていうかね、あの、自分の家がね、本当にこう全国に行くために本気なんだということを、やっぱりコーチになんかこう、気持ちの上でも伝わらないとね、やっぱりコーチもね、そこまでね、踏み込んでくれないんですよね。 で、あのー、じゃあその踏み込んでくれないって、じゃあさっきも言ったように、あの手抜いてんのってそういうわけじゃないんですよ。まあ、実際ね、あのー、どのスクール行ってもね、みんな言うんですよ。全国行きたいいねとかね、全国行きたい、あの目標全国ですとかね。みんな言いますよ。もうほぼほぼ全員言うんじゃないですか。そこそこ、あの、テニスの競技頑張ろうという子はね。でも、その頑張ろうね、そのなんていうかね、この温度差がね、こうあるんですよ。各家庭でね。 で、あの、実際ね、この、なんていうんですかね、えー、全国いますから、あの、頑張りますとか、それから、もう、コーチビシビシやってくださいっていうのもね、あの、半分ね、コーチね、コーチ側からすれば、あのね、信じるの怖い場合あるんですよ、ね。 えー、例えばこんなのありましたよね。あのー、なんですかね。うちはもう、あのー、厳しくやってまっていいですかビシビシやってくださいとかってね、言われてね。で、実際ね、私の,の知り合いがね、ビシビシやったらね、あの、フロントにクレーム来てるので、ね、厳しすぎるとか言われてね。全然行くとこ違うじゃないとかですね。あのー、なんかね、こう、その、ビシビシやってくださいとかね、ああいうのもね、本気かどうかね、本当にやっちゃうと大変な場合があるんですよね。 で、逆にね、その全国行きますからというからね、行きたいですからと思ってね、ね、うちの試合の若手のコーチがね、頑張ったんですよ。あの、なんか、あの、全国行きたいって言ってくれた、じゃあ頑張んないとと思ってね、一生懸命メニューとかいろいろね考えて、親までいろいろ提案してね、あの、いろいろ行ったらね、なんかね、だん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 親の顔色変わってきてね、なんかこう、もう、なんか鬱陶しい子なんか思われてるみたいでね。 で、実際親はどうだったかっていうと、まあ全国行けたらいいなと思ってるんですよ。嘘じゃないんですよ。でもね、頭の中にはね、何日は塾で、何日はそろばんで、何日は皇室でとか、いっぱいある中でね、こうやってるわけですよね。で、その中で、え、トレーニングとかやるのえ、あんなのもやるの えこれも出さなきゃいけないのえ試合に出なきゃいけないのいくらうわ、4000もかかるのだけとかね。もうそ、そんなのばっかりなんですよね。で、週、週、毎週ね、そんな、あの、試合なんていけないとかねでね。で、練習会行こう行って、うわ、高いとかって言われてね。なんか、提案したら提案したで文句言われるしね。なんか、もう全然だなと思う。で、そういうのも空回りなんですね。もう空回りになっちゃう場合があるし、で、間に受けてやっちゃうと、やっぱりその、 なんてですかね、そこでなんかもう人間関係がこう悪くなったりとかってなるんですよ。実際、そっちの方がね、はっきり言ってね、多いんですよ。ね。だから、その嘘じゃないんだろうけど、みんな全国行きたいって、全国行きたいいいなとみんな思ってるけど、それを真に受けてやっちゃうと、もうね、バカ見ちゃう場合がほっとあるんですよ。ね。なので、あのー、なんてですかね、そこでね、もううちは違うんだよってね、本気で頑張るんだよって、 あの、その、あの、意思がありますよっていうのをね、やっぱりこう、あの、コーチが、あ、この家だったら大丈夫とかね、行って大丈夫っていうのがね、伝わらないとね、あのね、なんていうのね、こう、あの、本気出してないわけじゃないんですよ。でも、なんていうかね、こう、コーチからすればね、あの、やっぱりこう、やっててね、ここはもうちょっとやらなきゃいけないなとか、これだけはなんとかプライベートレッスンを受けてほしいなとかね、なんかこう、あるんですよ。でも、言いにくいんですよ、やっぱりね。 で、行ったら行ったらね、高いとかって言われたりとかね。なんかこう、あの、なんかこう、ね、えっ、ー、とお、お金儲けで私たちを見てるのみたいなこ見,あの見られ方したいとかね。あの、それも嫌だしね。なので、まあ、そこでね、なんていうんですかね、あの、この、やっぱりこう、 コーチの意思の疎通をね、こうしっかりね、保護者側からもね、やっぱりこう、やっぱり取ってあげていってほしいんですよね。いろんなコーチたちにね。で、うち、例えば、あの、全国に行くんだったら、どういうふうにすればいいと思いますかとかね。例えば、まあ、テニス、わかんないご家庭もあると思うんで、どういうふうにすればいいですかとかね。まずどんなことをやればいいですかって、いろいろ聞いていくんですよ。ね。で、質問するんですよね。で、どんな努力がいると思いますかとかね。 そういうふうなことですよ。で、そうしたら、最初、まあ、なんか答えてくれますね。これもやった方がいいですよ。とあれもやった方がいいですよ。っていうとからね。おそらくコーチの方は、あの、なんか、あんまり急にさっきからヘビなこと言うと、絶対、あの、嫌がられたか揉めることになると思うから、あの、まあ、差し支えないとこから多分言うと思うんですよ。正直ね。あの、だから、ね、まあ、本音って言うわけじゃないんだけど、本音、本音で言いたいんですよ。でもね、言っちゃうと揉めちゃうから、まあ、 まあ今日は10あるうち、1か2ぐらいかなとかね。そんな感じからこう言っていくんですよね。で、それでまた、あの、あの、それをね、一生懸命やりました、とね。で、次だったらどんなことをすればいいですかね、とか、そういうのことね、こうコミュニケーションを取っていくんですよね。そしたら、あ、この人結構頑張ろうとしてんだな、とってね。えー、そうやったら、まあ、あの、4か5ぐらいいっちゃったらいいかな、とかね、言って、あ、それでもなんか食いついてきたな、あ、やろうとするんだ、て えー、どれぐらいで練習でき、時間を増やせますかとかね、そんなこと聞いていくたりするじゃないですか。いや、うちはもう言われたら、やる、やる通りやりたいと思います。とか言ったらね、うーん、まあ、結構この家頑張りそうだな。じゃあ7ぐらい言おうかな。とかね。で、これ8とかになってくると、あ、もうこの家大丈夫だ。やはり本気で取り組んでくれるわ。と思ったらね、あの、おそらくコーチの方からね、なんとかさんっ,ってね、 これやるんだったら、だいたい週にこれぐらいとこれぐらいとやんなきゃいけないと思いますけど、あの、どうですかあの、やっていただけますかって言ってね、それやったら、ちょっと私の方もこんな感じで頑張れると思うし、で、実際に週何回にはやっぱ試合が出てこんな感じで考えてるんですけど、って、ちょっと踏み込んだ話がこう、ちょっとずつできていって、それからこう、なんていうのかな、あの、お互いこのコミュニケーションっていうか信頼関係っていうかね、 あの、税の人に信頼関係がないわけじゃないんですよ。信頼してやっていきたいんだけど、やっぱり揉めるのとか、その、ヒビが生えるのこう嫌ですからね。で、まあ、実際私もね、あの、あの、なんていうかね、あの、過去にもね、本当に頑張りたいから、じゃあ一生懸命頑張ろうって言って、あの、こっちが、ま、提案したことに対して、えー、そこまでやんなきゃいけないんですかとか言われて、えらいを怒られて喧嘩になったことがあって、やめられたことがあるんですけど、 でもそんな結構ありますよ。あの、今までね。だからね、やっぱり踏み込むのって怖いんですよね。正直言ってね。で、その、なんていうかね、全国行った子っていうのは、やっぱり、ね、全国行くためには、相当頑張んないと、本当に、相当頑張んないと、やっぱりなかなかね、そこまで到達できないんですよね。 で、大体私が調査して、えっ、ー、と、全国の方にもう行った子っていうのは、例えば12歳だったらね、あの、テニスを始めて12歳までのトータル練習時間。あくまでもこう、大阪ね。大阪だったら3600時間。で、おそらく関西ね。関西から、ね、まあ、まあ大阪だな。大阪とか兵庫ぐらいからだったら3000以上かなっていうね。で、2000時間ぐらいで出て行った子っていうのは、全国の上位まで行った子っていうのは、 ほぼほぼね、なんかね、調査すると骨格がすっごいできてるとか、なんかこの、もう、持ってる、その、あの、身体調査するんですけど、持ってるものがドンピシャ揃ってる子は、習得が早くていくんですよ。これね。で、あの、そうじゃなければ、やっぱりね、その、3000時間ちょっとはいるんですね。あの、大阪から抜けていくと、大阪、兵庫ぐらいから抜けていくとすればね。 で、ちなみにね、四国から抜けるんだったら、うちの調査では2000時間台でした。ですね。まあ、おそらく、まあ、今はわかんないですよ。その当時10年、まあ、10年経ってないかな、10年ぐらい前かな、だったら2000時間ぐらいでした。ね。なぜなら、近くに、その、テニススクールで、それは3時間も何時間もやってるようなスクールが、やっぱり、都会と比べたら少ないんですよ。ですね。ほとんど1時間半ぐらいだとかって言ってました、その時。ですね。 で、その、試合数も少ないし、その、毎日、下手したらできないところがやっぱり多いんですね、地方って。すごく。だから、結局は、その、全員が練習時間少ないから。だから、地方は2000時間とか、そういうので上がってくるんですね。でも、都会になってくると、もうね、もう、教科やってるスクールって、わんさかあるから、毎日やって当たり前、1日3時間やって当たり前だから、そうなってくるとね、やっぱりね、 えーっとね、3000、3600は欲しいかなって感じなんですよ。今までの例を見ればね。で、そこまで、じゃあ、あ今までのトータルですよ。で、1年間で言えば1000時間強ですね。え1200、ー、1, 200, 300ですね。で、ちなみにね、えー、っとね、あのー、たったの2年で、テレサでたったの2年で、あのー、 えっと、関西優勝した子のねえ、1年目の練習時間、1年、1年目の練習時間、1700時間ですよ。クレイジーでしょ。ね。でまあ、それをやってくださいとは言いませんよ。下手したら本当に、人によっては怪我するかもわかんないから。ね。でもね、そんなね、もうクレイジーなことをやってる人がいっぱいいるんですよ。ね。そんな人が上で競争し合ってると思って。で、そんだけやっても上がれない人もいるんですよね。で、やっぱりね、持ってる子は、なんかね、あの、 そんな練習してるんで、ボーンと上がる子はいるけど、それはね、本当に稀。ね、稀なんですよね。で、よく聞くね、あの、量より質です、なんて言う人いますけど、あのね、申し訳ないです。その質求めるんだったら、いいコーチに当たんなきゃいけないし、いいコーチが、たった何時間あの、たった1時間、2時間のね、レッスンのためにね、やってくんないです。質の高いコーチは、やっぱりね、長い時間、単価が取れるところでやるから、長時間なんですよ。 正直ね。じゃあ、そのアルバイトにね、質ので高いレッスンしてくださいなんて言って、できますかって、できないんですよね、それはね。だから、短い時間、あの時間で質の高いものって、あの、できる人はいるかもわかんないけど、そういう人のところに入ると、もし、すればですよ。非常に狭き門例えば、少数で何人かやってる超トップばっかり固まって、そこに入るにはテストがあって入れないとかね。 もうそんなもんだと思ってもらった方がいいと思いますよ。っていうことは、普通のね、方はね、た多分ね、そういうところはまず無理だと思うんですよ。ね。ということは、相当な時間と相当頑張んないとそこまでいけないっていうね、いうことですよね。で、まあ、これね、そこまで大変なんだよっていうことを、あの、何ですかね、これ YouTube だからこう言えてますよ。 でもあの、全国痛いんですとかいう人にないでねで、コーチがね、いや、そのためにはね、って言って、えー、の年間でね、12歳まで3600時間クリアしてくださいねって書いてね、であの、短期間でねあのあの、優勝した子はね、1年間1700時間ですよって,って言えますよそれ。そんなん急に言えないでしょ。もうその時点で難色を示して、喧嘩なの分かってるからですね。 でも、短い時間で、あの、ちあの、上手になった人、言うないですかって、えー、言うかもしれないけど、いや、その場合はね、もうね、骨盤がちゃんと立ってね、て背筋がこう、まっすぐでね、アライメント完璧で、で、太もものね、w d f b あの b i って言うとね、あの、体重脂質がね、やっぱりね、80以上ぐらいある人でね、体感がどれぐらいでね、人が、だったら、そこまで行くかもしれませんってこと、言えます、それ。ね。 もうそれ言っちゃうともう嫌味でしょ。じゃあうちの子はいきないのね。みたいな子になっちゃうでしょ。だ,だ、だったらその前に、それやるんだったら、じゃあ体感ないんだったら、じゃあ体感作ろうね。とかね。実際足脚力ないよね。じゃあそれであの,あのラン、あの、ランジからやろうね。って言うしかないもん。ね。そしたら、え、あれもやって、これもやって、どれもやって、これもやってって、宿題だらけになっちゃうね。それが全国目安になっちゃうんですよ。ね。なので、 あのどういうんですかあの、えー、それだけのね、やっぱり、この、ことをね、どこまで話せるかっていうね、やっぱり、簡単にいける子も言いますよ。ね。でも、やっぱりやらなきゃいけない子に関しては、やっぱり言わなきゃいけないってね。ねその時のためにもね、やっぱり、えー、なんていうのかな、あの、そういう信頼関係というか、あの、講師とのコミュニケーションを取って、で、えー、コーチをね、あの、まあ、本気でさせるっていうか、うちは本気なんで、 っていうね。で、何でも本当に言ってくださいって言っても私たちは怒らないで頑張ってやっていこうと思いますっていうのがコーチに伝わればね、多分安心してね、そこはね、付き合ってくれると思うんですよ。ね。そこをね、うまくちょっと構築できるかなっていうことですね。最近ね、あの、そういうので、ね、ご相談いただいたね、あの、方がいてね、いい子がいるんですよ。あのね、体見たらね、ものすごいね、あの、体感とね、いいものを持ってて、あの、 えー、受け入れ、体の中でね、そのいろんな技術を受け入れるベースはね、だいぶできてきて、ね、あとちょ、ちょっといじったらね、もういいかなと思うんですよ。で、えー、非常にね、いいコーチにもついてるからね、あとはもう本当にね、そのコーチをなんていうかな、ね、あの、本気でっておかしいけど、信頼関係作って、もっとテニスの業界の中をね、もっとこう知ってもらって、やっていけばね、えー、チャンスがある子がいるんですよね。だから、あの、そういう場合はね、やっぱりね、あの、こう、 で、そういう、あの、ご家庭もそうだし、他の相場だけども、ご家庭もそうだけど、本当にね、頑張りたいと思ったら、その、相談できるコーチ、ね、を、え一、ー、人二人、いろんな人相談できる、本音で相談できる人を作ってもらって、で、あのー、その、ま、信頼関係というかね、そのを作って、あの、本当のね、情報、で、本当の手段っていうのをね、えー、いつもね、 あの、入れれるようにしといてもらったら大丈夫だと思います。すね。えー、あの、いろんな人間関係があるんでね、そこをね、うまくクリアして、えー、全国に行けるようにね、してください。ね。では、頑張ってください。